植松優友は、大阪府大阪市北区出身の元プロ野球選手、左投げ左だ。大阪市立北天満小学校への大学中には、主にサッカーに興じていたが、5年生の時にソフトボールを始める。大阪市立天満中学校への進学後に、南式野球部に所属すると、主に一類手として活躍した。今校大阪高等学校入学直後に、 威力の高い直球を評価され、当手に転向。一年生の周期大阪府大会から、ベンチ入りするも、当初は安定しない、請球力に苦しめられるが、地道に修正を、重ね2年時から、直球の球速も時速 140km を計測するようになった。さらに、天下一品と評されるスライダーを駆使し、一躍プロのスカウトから注目を集めるようになった。 植松の評価を決定的なものにしたのは2007年の全国高等学校野球選手権大阪大会の決勝戦で中田翔や浅村栄虎を擁する大阪党員との対戦で同年度の全国ナンバーワン打者として注目を浴びていた中田から三三振を奪ったことである第89回全国高等学校野球選手権 大会では、初戦敗退を喫するも、投手としての素質と、高校3年間を通じて、中田を13打数無安打に抑えた実績が共に、評価され、一気に、ドラフト上位指名が、有力視される存在となった。2007年のプロ野球ドラフト会議で、千葉ロッテマリーンズから3巡目で指名、契約金4、0円、年俸600万円という条件で入団した。背番号は51。 2008年には、イースタンリーグ公式戦7試合に登板したが、防御率10.66。2009年には、9試合の登板で、防御率4.32という成績を残した。2010年には、2軍で先発ローテーションに定着。イースタンリーグ公式戦では、チームトップタイの5勝を挙げるとともに、チームの投手で唯一規定投球回数に達した。しかし、シーズン終了後に、 左肩の手術を受けた影響で、2011年には2試合の当番に終わった。2012年には、イースタンリーグ公式戦15試合に当番、通算42回1、3イニングで、防御率6.38、2勝3敗と振るわなかった。しかし、2軍の同リーグ優勝で臨んだファーム、日本選手権の先発投手に抜擢、7回を飛安打4の無失点に抑えたことから、 優秀選手に選出された。2013年には、一軍の石垣島春季キャンプに初めて参加。新任の伊藤勤一軍監督をはじめ、一軍の首脳陣から期待の投手に名を挙げられた。しかし、同年秋に両股関節の手術を受けるなど、故障が相次いだため2014年までは一軍公式戦での登板機会がなかった。2015年には、 自身と同じサワン投手、古谷拓也の戦線離脱を受けて、6月4日の対、阪神タイガース戦で一軍初登板、初先発。敗戦投手になったものの、春季キャンプから磨きをかけた、ナックルボールを武器に、6回一失点と好投した。NPB 在籍8年目での一軍デビューは、ドラフト制度が導入された1965年以降では、渡辺雅人の12年目、 牧谷宇佐美、高見正宏の10年目、押尾健一、安部茂木、田原浩二の9年目に次ぐ、遅い記録である。しかし、本拠地、q v c マリンフィールドでの先発登板になった6月11日の、対中日ドラゴンズ戦に2回6失点で、自身に連敗を喫すると、翌12日に出場選手登録を抹消。結局、一軍公式戦への登板は、以上の2試合で終わった。 10月3日に、球団から戦力外を通告。通告後には12球団合同トライアウトへの参加を検討していたが、開催の直前に参加を見送った。後に、現役引退を球団へ申し入れたところ、12月10日に、打撃投手として、再契約2016年には、打撃投手としてロッテに在籍、シーズン途中から用具係を兼務した。しかし、打撃投手として、 練習で投げ続けるうちに、請求力が向上。中学校の軟式野球部時代から練習を積んだ。末に、現役時代終盤の実戦登板で盛んに投げていた、ナックルボールを、前述の一軍公式戦で投げきれなかったことへの、後悔が募るようにもなった。さらに、野球生活の節目で、マウンドに立っていた、甲子園球場で12球団合同トライアウトを開催することが決まったため、 ナックルボールを武器に、現役生活への復帰を目指すことを決意。11月12日のトライアウトでは、急速時速 110km 台のナックルボールを駆使した結果、支球を一つ出しながらも、打者3人を無安打に抑えた。この投球で、再び注目されたが、トライアウトは上を目指すために受けるもので、思い出づくりにはしたくないとの思いに至ったことから、現役復帰を断念した上でロッテを退団した。 ロッテからの対談後は野球初心者の小学生から成人までを対象にパーソナルコーチとして神奈川県を拠点に活動ピッチングに加えてバッティングも指導している2019年から横浜金沢リトルシニアのコーチに就任投手記録打撃記録ありがとうございます